じゃあよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、三浦です。今日も張り切って、高校ラグビーの話をしてまいりましょう。いや、お疲れ様でした。2試合とも、楽しかった。ということで、今日はですね、準決勝を見てと、あと決勝の展望とかもお話しできればなと思います。いやー、こうやって見ると短いですね。まああっという間に終わったような感じがしますが、たくさんの感動ありがとうございました。で、今日のタイトルはこうですね、第102回、全国高校ラグビー大会花園、これぞ A シードの意地、決勝は報徳学園 VS 東福岡と、ああいうところでお届けさせてください。準決勝観戦後の一人座談会という形になります。もうちょっと話がもうあちこちに飛びますが、お許しください。結構もうなんかもう自分の中で結構思いがたくさん、いろんなことが出たんで、よろしくお願いします。まず結果から見ていきましょう。12対26、エイジャーさんすいません、勝手に使ってますということで、天理報徳が12対26、まあ、差つきました。こうやってスコアだけ見ると、あ、結構差ついたねと思うかもしれないですけど、いやいやいや、もう相当天理やってくれました。で、京都成章と東福岡に関してはもう残り5分10分の京都成章の3トライはもう本当感動もんですよね。でも、まあ、東福岡圧巻の強さだったなというところで、決勝はジャウと、かっこいいですね。さあ白黒つけようぜと、ああいうことで2022-2023高校ラグビー集大成、報徳学園 VS 東福岡ということになりました。で、ちょっと1年振り返ってみたんですけれども、なんか結局すいません、結果論というわけじゃなく、結局この1年間その高校ラグビーが好きな人たちとの会話ではやっぱ圧倒的に出てる学校名でしたよ、報徳と東福岡。もちろん報徳の名前の出方は、いや、もうついに今年優勝あんじゃね、そのくらいいい人材だよねと、ああいうのと強いよねというところが報徳の話題で、東に関してはもうなんで優勝できないんだろうねと、なんでベスト4突破できないんだろうねと、逆にもうそろそろ突破できないとやばくねみたいなっていう意味でも、でもこんだけいて勝てないんだったらやばいぜみたいな、なんかそういうことでですね、1年間結局この2校の話を一番してたなと思いました。まあ、で、次に話出たのはやっぱ国都市と行政でしたね。で、その次とかはまあ平行同じぐらいになっていくんですけれども、結局、この2校の話題プラス行政国土地が一番話題に上がってたななんていうふうに思いました。で、その2校がですね、ぶつかると、ああいうところなので、もうお互いやりきっちゃってくださいっていう感じですね。もうね僕らファンはもう見守るだけですみたいな感じです。で、残念ながら私は兵庫県出身でも福岡出身でもないので、自分のそういうのとは関係なく、で、まあ強いて言えば東日本でもないし、なんでフラットに応援できますが、まあな、東福岡からも、まあ、ちょこちょこ慶応来てるんですけど、なんて言っても今は報徳学園の山田響選手が来年もキーマンのキーマンなんで、まあ強いて言えば報徳学園応援しようかなぐらいの、まあそういうレベルですが、まあ両チーム応援したいなと思います。で、まずはその今日で去ってしまう天理ラグビーに対して、まあ本当にまあ謝罪も含めて素晴らしいチームでした。正直言うと、なんか A シードが今年2校ということで、でどうなるんだろうと思ったら、トーナメントで A シードみたいな形で天理が入ったんですよね。で、で行政とかと国都市がぶつかったりだとかしてですね、天理はその時点でなんかいいなーなんていうふうに思ったりもしてました。で、ベスト8の時とかも北洋大にぶつかった時には、他にごっついチームが他にもたくさんある中、なんかその2校に関してはお互い抽選に恵まれたねなんていうことも言ってましたけれども、言っちゃってましたけれども、いやいや、もう本当すいません。で、なるほどと一つ思ったのが、村上さんのこの言葉かなっていう、天理はディフェンスのチームだから、あんまり点差では強さが見えてこないんですよねみたいな、まあ、確かに青森山田とかの点数とか見ても、まあ治水とかの点数見ても、まあ確かにまあ派手な、スコアじゃないので、
まあそういう風に僕も受け取ってしまう、なんかもう本当にラグビー素人にわかみたいな感じでしたが、まあでも本当に天理みたいなチームってちょっと慶応と似てるところもあって、敵が強ければ強いほどね、ディフェンスが爆発するんですよね。あ、だからそういう意味ではこれでも、村上さんの言葉を裏返すと、やっぱりもっとね取れるところを今日取りたかったなっていう感じがしますが、本当にいろんな意味でもう準決勝まで残った天理は、十分ふさわしいし、僕らファン、まあね、他もごついチームたくさんあったんで、その数ある中から天理なのかっていう気持ちもなくはなかったんですけれども、いや今日本当にすいませんでした。素晴らしい選手、ありがとう、試合ありがとうございました。ちょっとベスト15そろそろ今視野に入れてるんですけど、難しいっすね。ちょっと今年の高校ラグビーベスト15超むずいな。天理からも何人も入れてえなとか思っちゃったりして、まあそんな感じで、思ってました。でやっぱ天理ラグビーはとにかく鍛えられまくってますね。練習しまくってる印象が本当にあります。もちろん、いい人材もいるかもしれないですけど、それ以上にプレーの精度が高いっていうか、まあ、昨日もご紹介させていただいたスクラムハーフのパス1個のその綺麗な美しさだったり、ラインアウト の平均身長が低い中でのその獲得率だったり、やっぱ本当に練習してんなというところがありまして、高校ラグビーのお手本のようなチームだな、さすが伝統校だなと、ああいう風に脱帽しました。まあ、いつもで、今年はさらにこうだったみたいですね。いつもは指導者の言うことを忠実に遂行する文化。だから逆に言うと、どんなに厳しい指導者の意見も、必ず、文句を言わずにやるっていう文化は、それはそれでこのご時世本当素晴らしいと思います。なんですけど、これ、今年はですね、そこに、やっぱ自分たちで考えるようになったっていったところが、チームに対して変化をすごいもたらしたっていうふうに、まあ、解説で村上さんもおっしゃってて、なるほど、そうなんだね。やっぱね、そういう、やれやれっていう時代じゃないんだな、なんていうのもまた思いましたが、いや、本当に良かったなと。で、あともう一つ印象的だったのは、ダイアンキャプテンでしたっけ？ダイアンキャプテンは、天理って、投票制らしいんですよね。キャプテン決めんの。で、ダイアンキャプテンは、もう満場一致、全員一致で、キャプテンに任命されたらしいんですけど、それは島根キャプテン以来らしいんですよね。島根キャプテンって天理大でも本当に、大活躍してですね、明治でしたっけ、明治をもうちょっとまで追い詰めたと。で、フィフィタの代の時に優勝を、なんか、まあ、その事前のね、その導きをやってくれた島根キャプテン、三浦が大好きなで、今、ワイドナイツで、堀江さんとか坂手さんと一緒に切磋琢磨してるみたいな、その島根キャプテンの時も盤上一致だったらしいんですけど、今回のこのダイアンキャプテンも、全員一致だったというところなんで、やっぱキャプテンシー、リーダーシップ、だからチームをまとめるキャプテンもいて、あと自分自ら考える文化ということなので、いろんな意味で高校ラグビーのお手本となるチームだったんじゃないかなっていう気がしました。本当ありがとうございました。本当に素晴らしいチームでした。感動ありがとうございましたということで、本当に、まあ、ここまでちょっと報徳とやるとは思いませんでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。続きまして、まあ、京都青春に関してはもう、ね、もう少し休ませてやりたかったっていうのは、まあ、言ってはいけないんですけれども、言い訳にはしちゃいけないんですけど、どう考えてもスタメンメンバーの動きが、激闘大阪桐蔭戦の疲労はもう目に見えてましたね。目に見えてました。で、多分だけどそれを分かってなのか、やっぱ湯浅監督は15分ぐらいから仕掛けましたよね。そこは想定内だったのか、交代選手をでバンバン、多分これ絶対準備してたと思います。で、それで冒頭でもお伝えしましたが、残りの10分、もうちょっと言い方あれですけど、勝敗は決まっちゃってたような状況の中でも、京都青春の意地、プライドらしさがたくさん見れて、もう最後の最後まで僕も目に焼き付けました。本当お疲れ様でしたというところですね。で、ちょっと京都青春のことをなんか称えたいっていう気持ちもありながらも、一つその京都青春のカラーであるピラニアタックルについてちょっと思うことがあって、東福岡が京都青春のピラニアタックルの対策を練っていた感じなんですよね。っていうのは、もうどうせ彼らは
あの低く速いタックルが来るから動じるなと言ったような気が、なんかそんな意思統一があったんじゃないかなと思います。だからつまりすごいいいタックル、速い爪の低いディフェンスが来てもなんかその食らったり捕まった後も慌てふためることなくボールをちゃんと生かしてたんですよね。でちょっとこれ言葉にしてないんですけど、あのすごい派手なタックル多かったんですけどあんまりボール殺せてなかったんですよね。あでこれ一時期の慶応戦、最近は変わってるんですけど一時期の慶応戦見てる感じでもう見るものはもうすごいんですよ。もう小さい選手が大きい選手に低いタックルしてすごく勇気のあるプレーをして、もう観客ファンとしてはもう最高にボルテージ上がるんですけれども、よくよく見てみるとボールが死んでない、繋がれてるっていう状況があって、だったらそんな派手なタックルじゃなくてもちゃんとボールを殺すような上に行くようなタックルとかも織り交ぜるみたいなのを今慶応も当然やってるところなんですけれども、今日ある程度そのあの京都成章のピラニアタックルが刺さりまくりながらも東はボールを殺してなかったなっていうのはさすがだったなと思いました。なんですが、まあトータル的に本当に素晴らしいチームでした京都成章。ぶっちゃけラグビースタイルは今大会で一番好きでした。もうこれはすいません、 YouTube メンバーには裏で相当言ってました。僕あの今大会で一番好きなラグビースタイルは京都成章だというのはもうずっと裏で言ってました。なんでこちらの方でもお伝えしますが、高校日本代表候補がいるとはいえ、まあその東とか報徳よりは少ないのににもかかわらず全チームがまとまってて、あと一人一人のプレーの精度が高い、多分大学でも相当伸びるんじゃないですかねみんな。なので本当にあの大好きなチームでした。お疲れ様でした。でちょっと今日話が3倍になるって言ったのはここなんですよね。衝撃でしたね。でもまあお疲れ様でしたって感じかな。湯浅監督、試合に敗れ引き上げる京都成章なんですが、監督を引退するとああいうところで、寂しいですね。でもまあね、いつかは来ることなので、ちょっと記事読まさせてください。第102回全国高校ラグビー準決勝、5日京都成章17-45東福岡花園第一グラウンド、2大会ぶり2度目の決勝進出を目指した京都成章が力尽きた、東福岡に17-45の完敗。試合後チームを率いて36年目の湯浅監督が監督を退くことを明かした。この大会を最後に辞めることを決めていました。10年後、20年後も強い成章であるための決断です。一度死にかけた人間を子供たちがここまで連れてきてくれた。日本一を見たかったけど感謝しかありませんって、もうねえ、ほんと、まあでもほんとで、これよくいろんなところで言ってるんですけど、僕がその大学卒業して社会人になって一応細々ラグビー続けてたんですけれども、全く高校ラグビーとかからちょっと離れるようになって、でまた見るようになって、何京都成章ってっていう風なぐらい、だから僕がやってた時は全然無名校だったんで、そこをもうほんとゼロから強くした、しかも今もう日本代表とかリーグは何人いるんだっていう、そういう素敵な選手をたくさん輩出している湯浅監督が、まあ、勇退されるということですね。男泣きだったということで、でこれは聞いておりました。2013年に癌を患い、リンパ節の転移が広がったステージ4からの復帰ですよね。最初に優勝すると言った時は誰も信じてくれかったと、そうでしたね。そのエピソードもありましたね。亀岡高校から琉球大に進み、保健体育の教諭として、赴任後はラグビー部と共に歩んできた。選手には今大会の組み合わせ抽選会の日に退任を告げた。あ、そうなんですね。今後は総監督として監督に就任する関崎コーチを支えることになる。僕より熱い男です。うちはもっと強くなる。自分も今まで以上に全力で頑張りたいと、いうことですね。指揮官として15度目となった最後の花園、勝ちたかったね、でも最高やったと。2001年度の第81回、やっぱ2001年度だから、僕社会人になったのが1999年なんで、まあそうですよね。81回大会で初めてチームを花園を導き、通算37勝1敗14敗あ1分け14敗、名物指揮官は初 V への思いを後陣に託し花園を去ったということでね。まあでも、あれですね、武田監督みたいなポジション
かでも武田監督とまたちょっと違うのか。あまあ全くはいなくならないとは思うんで、花園来たら多分画面には映ると思うんですけれども、ただ、まあ、第一線から退くってことは間違いないので、いやでも本当お疲れ様でした。本当素晴らしい人だ。本当ゆっくり休む、まあ休めないかもしれないですけど、まあゆっくり休んでくださいということで、本当にありがとうございました。で、じゃあ東と報徳に戻すとですね、話を戻すと、これまたアラフォーさんがツイートしてくれたんですけど、選抜セブンズ花園の3大会連続同一カードは史上初らしいっすね。そうなんだ。確かになんか東の3連覇とかは見たことあるし、あれなんだけど、なるほどね、同一カードってとこ、やっぱこの2校だったな、今年は、去年からかけての。で、選抜の決勝に関してはごめんなさい、これは一応、名義上は報徳学園の不戦勝っていうことなんですけど、その後、例のワイルドナイツの行為によって練習試合やったときは一応37対10。まあ、ただ、もうこれはね、やっぱ、あんまり、当てにはならないとは思うんですけど、で、セブンズが報徳が17対31ということで、果たしてということなので、本当、因縁の対決ですね。さあ、白黒つけようぜということですね、もう本当に。で、一応、僕はやっぱこの両チームはですね、とにかくディフェンスがいいですよね。だから試合が締まる。両チームともアタックに目が行きがちだが、もうだってすごいラインブレーカーたくさんいますからね。ですが、明らかに東福岡がここ数年突破できなかったベスト4を突破できたのはディフェンスの大幅な進化です。これ間違いないです。もうシーズン始まる前からいろんな特集でやってましたからね。とにかくディフェンスだと。キャプテンももう練習はほぼディフェンスですみたいなこととかもたくさん聞いてるんでね。それが本当に目に見えて、カウンターラック、桐蔭学園のお家芸のカウンターラックがもう今大会東福岡のものになってんじゃねえかみたいな感じぐらい、もうディフェンスすごいですね。ジャッカルはするな、超えろという名言も出ましたね。報徳も天理行政に見せたディフェンス、そうですよね。報徳ももちろん素敵なラインアタックをたくさん見れたんですが、まあ、天理の攻撃も行政の攻撃もやっぱり抑えたっていうことがやっぱ勝利につながってると思います。で蓋を開けてみたら A シード回と例年突っ込む自分なんですよね。なんで結局 A シード回って結構ひねくれて僕突っ込むんですけど、いや今年は文句つけようないですね。この2校での勝負が決勝にふさわしいです。最高の試合を、最高のパフォーマンスを僕らファンは楽しみにしております。頑張れと。ああいうことで、ちょっと、思ってたよりも、長くなってしまいましたが、お付き合いいただきありがとうございました。まずは、天理の皆様、天理関係者の皆様、京都聖書関係、もうね、湯浅監督も含め、お疲れ様でした。で、それで勝ち上がった、いろんな学校の思いを乗せて、東福岡、報徳学園、頑張ってください。一日しかまた休めませんが、僕らファンは、必ず応援しますので、頑張れということで、では。